そして虎の掛け声とともに東西の大空が再びこの会場に現しました。どうぞ皆様、まだ聞いてはいけません、聞いてはいけません。前に進んでください。逆に前に進んでください。綱が上がったら前へ進んでいただきたいと思います。そして金地号が入るまでは絶対に綱を引かないでください。金地号が入るまでは絶対に綱を引かないでください。入りの大綱下がるのではなくて前に進んでください。入りの大綱下がってます。前に進んでください。前に進んでください。そして金地号が入るまでは絶対に綱を引かないでください。まだ入りの大綱が後ろに行ってます。前に進んでください。東西の大綱が金地号で一つになる瞬間でございます。六尺号の皆様に支えられながら、まもなく東西の大綱が一つになる瞬間でございます。金地号が入りましたら、六尺号が担ぎ号が外され、大きな音を立てて大綱が大地に落とされます。その瞬間でございます。金地号が入るまでは絶対に引かないでください。そしてカメラをお持ちの方は、金地号の周りは危険ですので絶対に近づかないようにしてください。ただいま東西の大綱が六尺号に支えられながら一つになる瞬間でございます。どうぞ上がりの大綱上へ突き上げていただきたいと思います。もっと上へ突き上げてください。そのために東西の大綱少し前に進んでいただきたいと思います。東西の大綱が前に進めば上に上がります。もっと前に進んでいただきたいと思います。大綱が一つになる瞬間を作っていただきたいと思います。まもなく金地号が入る瞬間でございます。まもなく金地号が入る瞬間、もう少し上がりの綱を上げていただきたいと思います。前へ少し進んでいただきたいと思います。金地号がやがて入る瞬間でございます。今金地号が入りました。東西にわたって大綱引きが始まりました。金地号で一つになった瞬間、五トンの大綱を支えていた六尺号、担ぎ号が外され、大きな音を立てて大綱が大地に落とされました。満身の力を込めて大綱を地面に叩きつけながら、たくさんの人たちで引き合います。その地響きと歓声は巨大なエネルギーとなって見る人をも巻き込み、その迫力に圧倒されます。熱気に煽られて見てる人も引きたくなるのが夜なばり空であり、不満つじゃないと言われているためです。どうぞ東西がっぷり、全く勝負がつきません。まだまだ勝負がつきません。がっぷり四つに組んだ対戦となりました。ただいま1分が経過いたしました。ただいま1分が経過いたしました。がっぷり四つに組んだ対戦は全く動こうといたしません。どうぞ綱がかりの合図によって我が方へとしっかりと聞いていただきたいと思います。どうぞ会場の皆様を見るだけではなくて、どうぞ聞くことに皆様参加をしていただきたいと思います。東西大綱なかなか勝負がつきません。東西の大綱なかなか勝負がつきません。がっちり四つに組んだ対戦、まだまだ勝負は決まりません。1分40秒が経過をいたしました。去年は1分46秒で決まりましたけれども、今回はまだまだ勝負がつきません。相手が休んでいる隙に、どうぞ我が方へしっかりと引き寄せていただきたいと思います。ただいま2分が経過いたしました。大綱引きとなりました。大勝負となりました。大綱引き、ぜひ我が方へ心を一つにして引いていただきたいと思います。まだまだ勝負がつきません。まだまだ勝負がつきません。我が方へ
ちょっと相手が休んだ隙に一気に我が方に引いていただきたいと思います。ただいま2分30秒が経過いたしました。まだまだ勝負がつきません。入江少し動いたか。いや、上がりも踏ん張っております。がっぷり四つに組んだ対戦はなかなか勝負が決まりません。本当に今年は大勝負になりました。入江少し動いているのか。いや、そうではありません。ただいま3分が経過いたしました。3分が経過しても勝負がつきません。我が方へ一気に引いていただきたいと思います。入江動いたか。いや踏ん張っております。上がりも踏ん張っております。入りも頑張れ。上がりも負けるな。我が方へ引いてください。少しずつ入江動いたか。入江動きました。3分32秒。去年の雪辱を入りが果たしました。3分32秒で去年の雪辱を入りが果たしました。上がりの連覇を阻むことになりました。ただいま上がりの勝利を祝して上がりの旗頭が大空高く舞い上がっております。戦前は旧制中学の学生たちの間を受け継がれ